いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おごとだよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは11月20日から1月末まで全国で発売されているアサヒビールよりアサヒカクテルパートナーからカシススパークリングとシャルドネスパークリングをご紹介したいと思います。こちらは季節限定のオリジナル商品、クリスマスの家飲みやパーティーシーズンで盛り上がるという商品です。まずこちらの右からいきましょうか。こちら、シャルドネ、スパークリングはシャルドネ果汁とピーチ果汁を使用して白ワインベースで仕上げた爽やかな香りとほんのり甘い味わいを感じられるオリジナルカクテルです。パッケージはカクテルの歴史や奥深さが、想像されるレトロなネオン看板風にカクテルパートナーのブランド名をデザインしましたと、まあ、赤と、ね、緑を基調にしたという。こっちかもね、わかんないよね。これね、こういう感じですね。そして35キロカロリーとなっております。糖質が 4.4、食物繊維が0から 0.2g です。じゃあまずこちらから飲んでいきたいと思います。はい、ではいただきます。あ、甘い匂い。マスカットの、マスカットの白ワイン、マスカット。さあ、こちらはアルコール分 3% となっております。そして右、こちらカシススパークリングですね。こちらはですね、カシス果汁を使用して赤ワインベースで仕上げたフルーティーで華やかな香りと甘酸っぱい味わいが楽しめるオリジナルカクテルとなっております。はい、こちらもカシスディキュールですね。こういう風になっております。カロリーは35キロカロリー、糖質が 4.3g、 食物繊維が 0g です。はい、ではこちらもね、開けていきましょう。ではいただきます。こちらも甘い柑橘の、こちらは果汁 1% で、こちらは果汁 0.1% 入ってます。で、どちらも両方ともアルコール分は 3% となっています。これ見た目もう綺麗じゃないですか。綺麗やな。そしてこんな飲み方してはいけないですよ。こんな飲み方してはいけないですけど、ほら綺麗じゃないですか。いただきます。ほんのりカシスが、カシスが勝ってんな。ということで、カシスが強いということで。あー、でも甘い。皆さん、クリスマスはどう過ごしているでしょうか。クリスマスに向けた期間限定のこのカクテルパートナー、カシススパークリング、シャルドネスパークリング。ぜひ両方飲んでみてはいかがでしょうか。両方とも評価としては、4ですね。甘くて飲みやすく。飲みやすい。カシスは柑橘系で、こちらはもちろんマスカット。ぜひね、どちらも個性があるカクテルとなっております。ぜひね、飲んでみてはいかがでしょうか。はい、この動画面白いな、ダメになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画を見てくれば私は喜びます。ではじゃあね。